ハローでは始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、慶応義塾大学法学部2020年の英語の講評をしていきたいと思います。はい。どうだったでしょうか。まあ、全体的な感想としては、去年よりは難化したなっていう感じですね。難しくなったと思いますね。一番びっくりしたのはやっぱり正誤問題が消えた。間違い探しがどこ行ったって感じですね。まあ、慶応大学法学部といえば正誤問題だったんですが、まさかの消滅。ですね。まあ、2019年にも、正誤問題というよりは、なんかね、エッセイを直すというね、クソ難しい問題が出たんですけど、そいつが完全に消えましたね。まず、大問の1ですが、これは困った人が多かったと思いますね。まず、解き方がわからんと。まあ、一応、同音異義語とか出てたんで、まあ、その対策をしてた人はできたかなとは思うんですけど、解き方がわかんないですよね、多分ね。全部設問が英語なんで、まず何をしたらいいか分かんないって人がすごく多かったと思います。で、解き方として、コツとしては、まあ、パッと見たときに、あ、spell the same って書いてあったら、あ、スペルが丸。で、pronounce the same って書いてあったら、あ、pronounce は丸ですね。で、have distinctly different meanings ね。意味が違うだから、あ、意味のやつが×みたいな形で、これを記号化しちゃえば楽だったと思いますね。1、2、3、4、5の。で、それで、後のところを、読まなくていいっていう風にやればパッ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 と解けるかなと思いますね。ただしこれね、英文のこの説問を読み間違っちゃう人が出てくるのが、この these two words って書いてあってね、この2つの単語って書いてあるんですけど、これが左のコラム、右のコラムですね。この、ね、両方にこう並んでいる単語のことだって分からずに、答えが2つになるって勘違いするやつが絶対に出ただろうなって思いますね。答えが2つだと思ってやってしまうと間違っちゃうわけですよ。3つ当てはまるのもあれば1個しかないのもありますからね。そこを間違ったらちょっときついかなっていう印象でしたね。続いて第2問ですね。難語を推測するやつですね。今年は、まあちょっとレベルは高めだったかなと思いますね。去年品詞ごとに選択肢並べられてたのがバラバラになりましたよね。品詞を分けることっていうのが大事ですね。0が0名詞、1、2動詞、3形容詞、4名詞、5名詞、6形容詞、7動詞、8形容詞、9名詞っていうですね。まず品詞ごとにちゃんと分けてくださいね。それが大きなヒントになりますから、そう。これを10択だと絶対に思わないってことが大事です。名詞が入るってとこだったら4択ですか？で、動詞だったら3択。これわざわざ一個一個10択で比べていったらとんでもない時間の無駄になりますからね。これ前も出たことあるよね。競技とかってやつですけど。知ってる人はさっさと解けちゃうけど、まあ文脈でいけるでしょう。appertain ね。はい。これも知ってる人なんかいないけど、まあ文脈で belong to だっていうのは言えるでしょう。まあ partain っていうのがね、トイックでも partain to って出たことあるので、なんとかに関係してるっていうね。そういうの、ただまあ受験生は知るわけないしね。そうね、obtrude とかっていうのは、これもまあ文脈でいけなくはないです。neither sphere とかって書いてあるのとかヒントになるので、まあ、いけるんですけど文脈で。ただね、trude がね、intrude とかあるから、そこから推測できる人もいたんじゃないかな。そう、今回ね、結構、文脈じゃなくて、単語、区切って推測でもいけちゃうんじゃねえのっていうのが結構あった気がする。まあね、preserve っていうのが、まあ、そもそも保護区の意味を知ってる人がね、早慶受験生だったら多いから、別になんかこう、領域の意味を知らなくても解けたんじゃないかなと思いますね。controversial とかっていうのは、これはまあね、controversial とか知ってる人が多いから、そこで解けたんじゃないかなと思いますね。contra、counter ですかね、反対ね。この vert とか verse っていうのは方向を表しますから、反対方向じゃねえですね。議論の余地がねえ。次の単語もね、divergate なんか知ってる人いないでしょ？受験生で知らないけど、divert とかあるから、推測できて人はいたんじゃないかなと思いますね。あ、セイピエンとはね、ホモセイピエンスね、ホモサピエンスとかっていうから、賢いはすぐに出たんじゃない。まあ一番むずいのは、サクリンですね。これはむずかったんじゃない。知らないだろうし、文脈もよくわかんないし、さらにこの選択肢と置き換えてもどれが当てはまるのかよくわからんみたいになった人が多いんじゃないかなと思いますね。次が veneer ですね。veneer っていうのは、まあこれも知らないでしょ。ただまあ名詞っていうので、多分もう残ってたのがこれだけって選べたと思いますね。ファニチュアと同じ語源ですね。次はサーカムロキューションですね。サーカムロキューションは、まあ英検1級とかだったらね、知ってる人が多い単語だと思いますが、まあサーカムっていうのはサーカムスタンスとかサークル、周りのことを表すので、そこで分かった人も、ロキューションの部分は喋るの方ですよね。
eloquent とかね、あの流暢なとか、そっか、loquacious とかね、おしゃべりなとかね、そういう単語もあるんで、本文は難しいし、単語もむずいけど、文脈推測や単語の区切りの推測が結構効くかなと思った。まず品詞分けて、文脈でやって分からなかったらどんどん行けって言うんですけど、今回単語分けて、あ、これが入ってっか、こうなんじゃねえのっていう推測ができるのが多かった回かなと思いますね。で、第3問、会話。レベルは、こうね、昔はね、すげえ難しい、なんだそれみたいなのが出てきて、それがだん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 こう、レベルが下がってきてっていうのだったんだけど、まあ今回は、スーパー難しくもなく、スーパー簡単でもなくって感じですかね。簡単なものと難しいものが混在してる、基本的なイディオム。で、さらには推測できるっていうね、それが、混ざってる感じだね。What on earth? 好きですね、KO ね。なんでこれよく通るんでしょうね、最初のやつね。What on earth? What in the world? とかね。これだってさ、友達2人の会話でしょ。使う？まあ、引っ掛けにわざわざ hell がいますからね。What the hell ですかね、普通だったらね。What the hell are you doing here? とかっていうのが普通ですから。多分まあ、それの引っ掛けでしょう。22番は分かんなくても、こう選択肢減らしていったら、あ、burn だから oil だろうなっていうのは推測できますね。この burn the midnight oil ですね。夜遅くまで勉強するとか仕事するって意味ですけど、それ知らなくても、あ、なんか一生懸命エネルギー消費するんだなっていうのが推測できますよね。frozen yogurt の話ですよ。古いわ。frozen yogurt がめちゃくちゃ、わーすげーみたいになってるでしょ。そんなアメリカで言ったら流行ったのって2007、8、9年あたりじゃない？ものすごい流行ったのって。古い話。そう、frozen yogurt がね、大ブレイクしたことがあるんですよ、本当に。まあ、日本のね、タピオカみたいにいろんなところにね、すごいできた。23は超簡単でしょ。two birds with one stone っていうのはもうおなじみの表現ですから、簡単にできますね。次はプロンウェイト、超簡単。プロンウェイト、ゲインウェイト、反対はルーズウェイト。はい、超簡単。で、25番が一番難しい。Your theory holds water ってやつですね。筋が通ってるとかっていうやつです。これは知ってる人はまずいないですから、ここ解けなくても全然凹む必要はありません。26番ですね。My cup of tea ですね。好みってやつですね。One's cup of tea。これはね、知らないんじゃない？受験生は知らないでしょ。ドラマとか映画見て、まあ年に何回かは聞く表現だ。Hungry is the best sauce ってやつですけど、まあ、誰に聞いたわけでもないけど知ってるな、自分は。どこで出会ったのか全くわかんないですけど、難しいと思うけど、例えばね、お腹が空いてる時っていうのは何でも美味しく感じるっていうとこから、ああ、ソースなんじゃないのって推測できたと思います。で、次は簡単ですね。It's no use crying over spilled milk っていうのはもうこれも超有名でしょ。複数本に帰らずとかでしたっけ。これ習ってる人がすごい多いと思うので簡単です。なんで、一見すると、うわ、イディオムだ、すげえむずいよ、どうしようこれって思うけれども、実は簡単な問題が多かったっていうのが今回の問題ですね。続いて、はい、戻ってきましたね。インタビューの設問とそれと答えるってやつね。だいぶ昔じゃないこれでさ、いつだったっけ。河合の早慶大の授業に入ってるから、この形式。よかったですね、やっといて。で、変わったばっかりで、うわーって思ったかもしんないけれども、ちゃんと落ち着いて対応すれば大丈夫ですね。そこまで難しくはなってないよね。これ読みながらね、だん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 、何の話だったかのかが分かってくっていう感じでしたよね。29とかさ、もうこんなん当たり前じゃん、こんなんね。最初にはおめでとうでありがとうみたいなの超簡単だから、まあ入れられるとこからやってってもいいと思います。自分自身は最初に設問全部見て、どういう話かとか、人の名前とか、代名詞、指示詞とかこうね、印つけてって、内容を考えていったらスパスパスパッと埋まったかなっていう感じ。間違える人はいるかなって感じ。そこまでむずくないけど、最後の2つとかね、逆にしちゃう人いいんじゃないかなっていうふうに思ったね。読解問題ですね。いや、レベルが、そう、ここがね、上がった。読解が難しくなったんで、第5問の。なので、ちょっと難しいっていう印象ですね。じゃあ、なんかこれもね、割れるんじゃないの？ Issue can be compared to cloth とかってね、布に例えられるとかってね。ああ、このファブリック基本構造っていうのはね、比喩であると考えるか考えないか。ここまで読めてれば、39も40も難しくないよね。ただあ、そう、ただね、今回そう、短かったので、段落がそんなにないので、その分、一段落に2つ設問が入ってるっていうところがあるので、そこ気をつけてくださいね。あ、いつも通り1問ずつだろうな、みたいな感じで、設問読まないでいっちゃうと、C 読んでたら、あれまた B の設問だとかってなっちゃうので、ちょっと気をつけなきゃいけないかなと思った。あ、引っ掛けとかも面白いよね。このね、段落の C のこのネガティブね、あの写真のネガのことをね、それをね、あの引っ掛けでネガティブウェイとかって言ったりとか、ちょっと面白いなと思った。あ、D はね、きちんと文の言い換えだね。言い換えが見抜けてる。このなんか全体読まないでもここで解けるじゃん。
あ、43もね、ちゃんと読めてれば解けるよね。44も大したことないけど引っかかる人いるだろうね。あ、45いい問題。これ好き。こういう問題、ちゃんと読めてるか読めてないかをはっきりと分からせる問題ですね。まあ、46は、うん、まあ、知識じゃなくて推測で解けるけど、いや、これ、もうちょっといい問題にしてほしかったな。簡単に解けちゃった人が多かったんじゃないかなと思いますね。あ、47は悩んだ人が多いと思いますね。これね、いつも授業で言うけど、always が入ってたら、罰になるのはマーチまで。そう、総計は always が要は never が要は正解になる可能性が出てきますから。で、最後の並べ替えは、これ現役生の授業では言ったね。本人では言ってないかもしれない。言ったかもしれないな。このタイプの並べ替え。いや、もっとさ、並べ替え、統治のとことかさ、あるから、それでやればいいのにさ、わざわざね、一番最後に持ってくるわけですけど、今回の問題は非常に優しい。優しいけども、明らかにこの2箇所の数字を書かなきゃいけないんですけど、だから狙ってるのは、the と形容詞ですね。名詞にかかる entire がどこに入った ?the をあなたはどこに入れましたかっていうのがポイントになってますね。だフォトグラフィーの前に座とか形容詞入れてないですよねっていうチェック。アートの前に座とかエンタイア入れてないですよねっていうののチェックですね。このだ、the entire nature っていうのを問いたかった。きちんと文が読めてれば、あ、こういう内容について書かれてたっていうのがわかるので、悩まないですけど、それができないで、ただただ機械的にね、文を完成させようとすると、間違っちゃう人も出ちゃう。そういった形の問題でした。ということでね、だから読解自体が短くなって、新しく出てきた形式の問題は簡単なんだけど、初めてとか、超久々に見ただから難しく感じた人が絶対多くて、そして最後の長文は短くなったけども難易度は上がってるので、だから全体としては難化したと思いますね。だから苦労した受験生が多かったと思います。はい。これが私の感想になります。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.